おっとドッグを食べ過ぎて少し眠った、どうしよう。すげえくだらねえ X をつぶやいてるやつ変わんねえよな。あれが、やっぱマジだから先見の目を持っていたかもしれませんね。はい、ということでブルーホースでございます。引き続きねやってまいりましょうか。バンジョッカツーイケツツクアトアーク。というわけで、パート5ですね。はい、ちょっと前回まで、前回まで、お宝ザクガクビーチをやっていたんですが、ちょっとね、まあ、不慮の事故によりですね、パート3とパート4、2つに分けてですね、やることになったという感じでございました。カメラワーク。一生言い続けるカメラワーク。これがまあ、むずくてむずくて仕方がないですね。で、あ、そうか。ランカーの洞窟はここになるのか。で、ぴょい。あ、ちょ、待って、もう、A ボタンの反応が。楽しくやろうよ、ゲームだもの。で、ちょっと、やっぱラ、タイプ、あれなんだ、ラグが発生するんだな。気持ち早い。いいね、いいね。気持ち早いことしたら、気持ちいいこと今。何が分からん。で、なんかね、今使ってる録画ソフトが、その、なんだろう。まあ、音声とゲームコントロールの、その、ラグが発生するっていうのはもちろんのことなんですけど、それとは別でね、なんで今しゃがんだ？してないよ。あ、いた。あとで相手してあげる。2では存在がなくなった妹ちゃんです。はあ。あとね、音声バランスも難しいんですよね。あとね、結構なボリュームで喋らないと、僕の喋る声もね、全然拾ってくれない。攻撃すな。味方や。ブラウチャーガーの服の下に、メガムシのサルバタを履いているのよ。こんなる？あんじょー、そろそろ諦めろー。わしーのとこまで、これやせーん。ブラウチェルダは、ジャロームという名前の、犬も飼っているのよ。かっこいいじゃん。ブラウチェルダは、なんと、グラちゃん&モンスターズ、というバンドでボーカルをしているの。すごいオンチよ。まあ、オンチだけど売れてるっていうね、アイドルグループとかいるから別にいいんじゃないですか。まあ、普通にいるだろうから。よし、じゃあこっち進んでいきましょ。チュンチュ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 ンチュ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 。まあね、こんな感じでね、水中に慣らしておかないと次のステージはね、水中がパネーゴ、あれ？これが思ってたの。あー、そっか、あっちか。しまったな。まあいいや。じゃあ、今開けておきましょう。20個あれば十分だからね。よし。ということで。そうなんだ。これ Z でやりたいんだよな。でもね。後ろに全ての術をはめたいときには、Z ボタンを押してください。めんどくせえからやっちゃいます。そうなんだよな。このワニがマジでうぜんだよな。ワニと、さあ、ジグソーパズル取った後にさ、また勝負を持ちかけられるんだけど、大して旨味がないっていう、まあまあな鬼畜の所業なんですよね。ということで潜ります。潜ら相手だけに潜ります。くだらねえ。よし。このすっごいシュールな時間をどうトークで持たせるかっていうのが多分ね、ゲーム実況の上手な人のあれなんだけど、俺喋んの下手くそなんだよな。よし、オッケー。どうせここにまた戻、あとで戻ってくるから。えっ、ヒヒ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 ヒそこかいっていうツッコミが多分今30年越しにこうありたら30年経ってないけどね。よし、じゃあ行こう。あはい、ちょっと今バンジョーの真似上手くなかった、気のせい。よし、
校って若干ね、あとねマイクのねそのボリュームの話したけど、その拾ってくれるボリュームで喋るとちょっと音割れするんですよね。ごめんね、本当に息苦しいマイクで申し訳ない。結構な高額なマイクを買ったつもりなんだけど、うん、まあ、5桁万円はするやつですね。5桁万円ってやばいね。5桁万円って言っちゃったら億になるけどな。はい、ということでやってまいりました、クラッカーの洞窟です。これ登れ、登れない、あれ、いい、ここからは登れないの。あれあれ、降りたくない降りたくない。マイク降りていいのか別に。行きましょう。で、カニちゃんがいるから、エビちゃん、え、エビちゃんって昔流行ったよね、なんかね、高校生くらいの時かな、なんかエビちゃんみたいになりたいですって同じクラスになった女の子と、なんかさ、クラスの交流を深めるために前後の席同士の人たちとインタビューし合いましょうみたいなのやってさ、うん、その時に組んだ女の子がエビちゃんになエビちゃんみたいなアイドルに憧れますみたいなのがあって、うん、ね、いいと思うよ。これだってじゃあ例えばさ、あ、組みたいな、ね、笑う。あ、ちょっとちょあれあれあれ、よし、潜ります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 、オッケー、よいしょよいしょ。あ、ここには用はなしです。じゃあまずはね、外堀から埋めていきましょうか。ちょちょ、危ない危ない、ここでね取るのをミスるといろいろとめんどくさいからね。よし、じゃんじゃじゃんじゃじゃん、すげえ慎重にいってる。頑張っていた。私もブロガーです。法律だからゴミ潰しをさせられているんです。こんな汚れた水は嫌いなんです。綺麗な空気が欲しい。あげない、私の大切なのあげないと言ってても仕方がないので、非常に大変なあれなんですが、まあ一番最初に難しいところをもうやさっさとやってしまいましょう。チャチャチャンチャンチャチャチャンチャチャン、いけるかな、無操作性でね。すげえ心配なんだけど、あとはなんだっけ、泡を吐き出してくれるやつがいればなんとかなる。泡あわ、あ、いた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 、よいしょ、オッケー、吸った瞬間に減るんかい。よし、まあ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 、焦らずに。バカバカ、私はグループだ。空気が足りなくなったら私の泡を取ってくれ。はーい、グーン、グーン、グル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 ン、取りたいのは川川なんだけど、あ、ちょ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 、オッケー、やばいやばい、バット3つ、2つになるとちょっと焦る。あとでね、どこ行った、グループ、グループ、焦る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 、焦ってる焦ってる、あれどこ行った、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 あれグループ、頼む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 、あ、あれ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 、死ぬ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 、取らねえし、あ、取った取った取った、とりあえずとりあえず一旦全部回復する、一旦全部回復する、頼む頼む頼む、振り感がむずい、お前がくぐるんかい、じゃあ回ってくれよ。よし、オッケー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 、じわ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 近づきながら、危なかったー、よし、じゃ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 、間違えた間違えた、ウィンドウ、ウィン、あれ、あ、そっか、まだもう一周回らなきゃいけないんだ、シャープな曲がり、あ、ちょ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 、登っていきます。よし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 、これでまあ一番難しいところは終わったから、とりあえずコーヒーを飲んでリラックスしましょう。氷が来てる中に、うん、新鮮な空気だ。ブランカーの背中の上にお礼を、あ、背中の上のお礼を持っててください。
よし、じゃあとりあえず登っていって、まあ侵入はねまた後ですればいいから、こいつこの中入っていって、じゃん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 で、あ、いた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 、2人目ゲッチュー、3人目だったもう覚えてない、記憶の彼方になっちゃった、記憶彼方。こいつはあ、いけんだ、こいつがね、これ攻撃力が地味に高いんだよな。あれあれあれ、ここなんか潜る、うん、ここは出てきたところか、あ、違うな、あー出た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 、はい、こっち、ありがとう。そう、戻るのが大変なんです。で、ちょっと待ってね、これ泳ぐ、あー、こっち行けるかな、あー、やんない方がいい、死んじゃう、そうだね、念のために登るか。何秒くらいなんだろうね、これね、息続くのって普通に。あ、で、なんか、あの、勘の鋭い方、お気づきかと思うんですけど、あの、収録日が違うので、ライフが、あの、5つか6つあったはずなんですけど、前回パートからね、3つになってます。そうですね、はい。毎回ね、ゲームオーバーになるとね、みんなのトラウマシーンを見せられるっていうね、超絶、比例系キャラを演じているグランチルだと、あの、とんでもなく、あの、醜いシューティーに、もう毎回見なきゃいけないって言うなー。急展開、急展開、急展開、急展開じゃない、急旋回、急旋回やーまー。あっあっあっ、 OK、 え、反対側はまだなんかあったんだっけ。あ、いや、じゃあとりあえずこっち行きましょう。まあ、1ステージずつにね、やっぱボスがいるっていうのはすごいこう、まあ構成としてはなかなか上手だよね。うん、中ボスというかそういうのがたくさん生きてるっていうのは。あー、ちょっと、あ、出た、え、我々はビューティースリピット、ジグソー欲しければ我々と戦え。あ、ちょちょちょ、強い強い強い、ちょちょちょ、待って待って待って、ちょっと待って、こんなのにダメージ食らされるなんて、もうなんかもう松代までの恥だね。おめえどうしたの、こういうカニっているのかな。まあ、あの、片方のハサミだけがでかいっちゅうカニはいる、確かにいるけど、おめえまででけえっていうのあんのかね。あれ6匹じゃなかったっけ、今3匹倒したから、うい、4匹、あ、4匹か、あ、6匹あれか、帰るか、ガタ負けてしまった、ジグソー持っていけ。オッケー。じゃ、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 時間とは残酷なり。で、音符、あ、違うな、音符、音符がなかったらもうここ潜る意味がないんだよね。羽もいらない、羽羽いらない。じゃあ、こっち登っていきましょう。結構中にあったりするからな。ふいふい、あ、違う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 、ふい、あん、どこ行くの、滑るんだよね。よいしょ、おいー、なんでやねん、危なよくあそこからカムバックしたな、てか何を蹴ってジャンプしたんだ。うん、不思議ですね、この地味な操作感も結構難かったりするんだよね。取れねえし、卵取れよ、おい、取って取って、で、一個だけのおいっ、で、力も、あれ、何にもないんかい、マジか、そうですか、そうですか。じゃあ R ボタン押して、 R ボタン押して、はい、発射準備オーライン、発射、ゲン、ダメだダメだダメだ。で、あいつね、目ガン開いてるじゃないですか、あそこにね、くちばしバスターしてもね、あの、全然効かないっていう、うん、鋼の目をしてるんですよね。怖いよー、はしゃー、オッケー、
ちょっと待って、なんでああああああっしょあっしょオッケー、ちゃ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 こっちの虫歯も痛みは治りました、ありがとう。おや、何かさばっていったみたいですよ。なんか違和感はあるだろう、それ気づきなさい。おっしゃしゃいやー、時間がかかるね。いいよ、そのちょっとどこ行くのカメラ、ジュゲーム仕事して。オッケー、ちゃーちゃらちゃちゃ、こっちも痛みは取れました、もうすっかり大丈夫です。まさにありがとう。よいしょよいしょよいしょ、なんかなかった、思いっきりある。オッケー、ちゃ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 、あれ、あ、決まった。お宝ザクザクビーチでハニカム1個取ってね。あれ、どこだ。やばい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 、それは非常にまずい。そしてここ登りたいけど、このままじゃ登れないから。あれ、ハニカム、ちょっと待って、あそこの下に1個だったでしょ。海岸、海岸線に1個。おう、あれ、ちょっと思い出せない。ハニカム、ハニカム、あ、どこだったっけ。やばいな、思い出せんな。あー、ちょっとごまかしてない。あー、滑ります。えい、あ、嘘、食らうんかい、マジか。え、違う違う違う、あ、あそこ、ここ登ったかも。あそこは、あれか、あそこだね。よし、ちょハニカム、どこだったっけ。あー、思い出せないな。さらに20年前の記憶を掘り起こせっていうのはなかなかの鬼畜だからな。はい、よいしょ。で、4体目で、あと1体の場所はあのフランカーの中にいるから、もう覚えています。です、こっちか。これはなんか割ったら美味しいよ。あ、じゃあ心ステージクリアしたから、ハニカムね、ハニカムね、あくまで、うん、あら、あれだな、普通にハニカムどこやったっけ。また頭の中の消しゴムをちょっと思い出したんだけど、消えちゃってるよね、消しゴムだったね。やっと2個か、あれ8個、あと8個も、あ、そっか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 、まだ周辺に、ただフランカー助けた時のあれもあったし、フランカーのあれだ、頭の上から飛んでいく消しゴムも乗らなきゃいけないから、ちょっと待って、じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん、中にじゃあ5個もあったっけ。今で3つ目だもんね。よし、フックにヒュー、1、2、1、2、でしょ、3、4、あれ4つは思い出せる。1個どこだ、やばい、全然思い出せない。あれ、前にも後ろにもあったっけ。はい、えい、これで4つ目かな。やばい、うん、嘘でした、3つ目、あれ、あ、い、え、え、こ、なんでラーから A が始まるんだ。よいしょよいしょよいしょ、あー、あったあったあった、普通にあったわ。ほい、よいしょ、オッケー、はい、オッケー、ちょっちょっちょっちょちょ、ここに4つ目で、逆にクランカーの頭の上から飛んでくネジが、なんだっけ、5つ目か、だから5個体の中、あ、でも3つ、やばいな、たまたまハニカムもゲットできたからよかったものの、1、2、ちょ、で、3、やっぱ3つしか思い出せないな。8個、あと2つが行方不明、私は泣く。登って、ういおいおいで、どういう仕組みなんだろうな、これね、クジラの潮吹きみたいな感じなんだろうね。うん、ポケモンの潮吹きってさ、控えめに言ってもただエロい技だよね。だ、体力によってさ威力が変わるんでしょ、そういうことじゃん。
ダメですね。これはこう僕と同じような30代や40代の人たちがもうエロいとか何にも関係なくピュアな頃にやってたゲームなんですよ。だから健全にお届けしたいんです。そんな話をしちゃダメです。はい、ということで侵入していきます。よいしょよいしょ、出ていきます。よし、じゃあ収録時間も20分超えてきたというところがありますので、一旦じゃあこれを取って6つ目かな、はい、になりますので、いい感じ。じゃあここで一旦収録してね。あ、ちょっと収録自体は連続でやらせてもらおうと思うんですけれども、区切らせてもらいたいと思います。はい、じゃあね、今回もね動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひねまた次回パートクランカーの洞窟をクリアしていこうと思いますんで、チャンネル登録ボタンを押してお待ちください。では次回パートでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。